長野県第1区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。長野市を中心とする選挙区。 帝国議会から100年以上にわたり小坂家が議席を占めていた区域であった。本選挙区の設置以来、小坂県事が新進党、その後自民党と政党を変えながらも議席を維持していた。小選挙区制以降5発となる1996年の第41回衆議院議員総選挙では、 当時、新進党所属の小坂に加え、自民党の若林正人氏、新党先駆けの田中修正と3人の前職が、争う激戦となったが、小坂が、比例復活を許さず当選を果たしている。しかし、2003年2005年の2度にわたり、篠原、高が比例で、復活当選し、小坂ブランドにも徐々に、陰りが見え始めた。2009年の総選挙で、 民主党の追い風に乗り、篠原が小選挙区で当選。小坂が比例復活できなかったことにより、小坂家は帝国議会以来100年以上守ってきた議席をついに失うこととなった。その後、小坂は第22回参議院議員通常選挙の比例区で当選し参議院議員に転じ、篠原が4期連続で小選挙区で議席を獲得していた。 第49回衆議院議員総選挙では、元参議院議員で、自民党の若林健太が篠原を破り初当選。16年ぶりに1区での自民議席が復活した。第49回衆議院議員総選挙10月31日、長野県第1区時の内閣、第1次岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日。 2021年10月19日当日、有権者数、425,440人、最終投票率 59.、59.74%第48回衆議院議員、総選挙10月22日長野県第1区次の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、 43万2700人、最終投票率、57.38%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、長野県第9次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、42万5446人、最終投票率、 50.59%第46回衆議院議員、総選挙12月16日長野県第1区時の内閣野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、当日有権者数、42万7377人、最終投票率 58.、58.76%第45回衆議院議員、 総選挙8月30日。長野県第九次の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日当日、有権者数、42万9859人、最終投票率 74.、74.27%第44回衆議院議員、総選挙9月11日長野県第1次の内閣、 第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日当日、有権者数、43万657人最終、投票率 70.、70.18%第43回衆議院議員、総選挙11月9日、長野県第9次の内閣、 1> 第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、429,585人、最終投票率 62.、62.41%第42回衆議院議員、総選挙6月25日長野県第1区時の、内閣、第1次、森内閣解散日、2000年6月2日、 公示日、2000年6月13日最終投票率 63.、63.00%、第41回衆議院議員総選、挙10月20日、長野県第9次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。